フライトレーダーは飛んでいる飛行機の位置や高度を表示するサイトです。この動画ではラズパイにフライトレーダーをインストールします。フライトレーダーのサイトでアカウントを作成してください。メールアドレスを登録するだけです。ラズパイでこのコマンドを実行するとこのようにインストールが始まり、初期設定に続きます。ステップ 1.1 メールアドレス。ステップ 1.2 シェアリングキー。初めてのセットアップの時は空欄。ステップ 1.3 イエス。ステップ3設置場所の緯度、経度、高度、 Google Earth などを使って正確に入力。塗りつぶして消してますが、近くの空港の高度が表示されます。ステップ 4.1 USB ドングル1を選択。ステップ 4.3 空欄 5.1 イエス、 5.2 イエス。ステップ6ログファイルをどの頻度で消すか、私は1にしましたが、どれでも構いません。これで成功しているはずですか。がです。フライトレーダーのサイトでプランがビジネスプランに変わるまで時間がかかったので、一つ変更した項目があります。ラズパイの設定から SSH をオンにしました。これが影響しているかどうかは分かりません。ラズパイと同じネットワーク内のパソコンからブラウザでラズパイのアドレス:8754と入力すると、このように表示されていればインストールに成功していると思います。ここから設定、リスタート、終了などもできます。